はい、こんにちは、まえチャンネル、まえはらです。はい、ちょっとですね、夏休みなので髭がすごい生えてるけど、ごめんなさいね。はい、今日はこちらですね。ニュー実験キットシリーズ、レモン電池の研究です。はい、珍しくこういうのをやっていきたいと思いますね。夏休みの自由研究、学校で宿題で出てる方もね、いるんじゃないかと思いますね。エイシン君はですね、まだ1年生なので自由研究は出ておりません、けど、ちょっとこれをね、やってみたいなと。2年生、3年生になった時にね、使えるかもしれないし、もしかしたらですね、この動画をご覧になってる方でまだ自由研究やってないよっていう方の役に立てるかなと思いますね。ただね、全部はやりません。とりあえずこのね、レモンで発電するところ、そこまではですね、やってみたいと思いますね。はい、じゃあ早速ですね、この箱を開けていきましょうか。はい、はい、楽しみだね。こっちやね、そうだよ。お、中にはですね、あ、割と簡単な道具しか入ってないね。そうだね。はい、それではですね、セット内容を見ていきましょうか。まずはですね、これが亜鉛板だって。亜鉛板、そしてこれが鉄板だね、鉄の板ですね。はい、これね、分かりにくいからね、多分こっち印つけてありますね。鉄の板です、これがね。そしてこれが銅板ですね。ちょっと茶色いでしょ。で、これが銅線ですね。はい、そしてこちらがメロディー IC ですね。はい、このような感じになってます。ここから音が出るわけだ。音出るの？そうだよ、音出るんだよ、これ。そうだったのか。そうで、ガイドブックがついております。このセットに必要なのはレモンですね。レモン、レモンの実験だから、レモンで、ね、そう。そもそもさ、レモンで音鳴るの話だよね。そこからですね、もうちょっと にわかに疑わしいけどね。はい、それではガイドブック通りやっていきましょうかね。はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、まずですね、このメロディー IC がちゃんと動いてるかどうか、これをですね、確認しないといけないね。はい、普通の電池用意しましたね。赤い導線の方をプラスに、黒い導線の方をマイナスに。ああ、聞こえるね。ちゃん、今のはずれずれしてる。そうそうそう、ちゃんとね、ついてないところになりますね。はい、ではですね、まず実験進めていきましょうかね。まずこの赤い線の方に銅板をつなげます。これ巻けてる？巻いてくれる？これくるっと巻いてくれる？それをレモンに入れてね。そういうことです。そしてこちらにはですね、亜鉛板、これですね、亜鉛板をこうやってまたキュッてやってくれる？ぐるぐるって混ぜちゃったけどね。次にですね、このレモンだ、これこれこれ、ちょっと切り込み入れてるのでいきますよ。ふるっぬーくぬーく、あ、レモンにちょっとやってる。よしよし、先にこの導線をちょっと短くしときましょうか。そうだね。うん、これいっぱいいらないみたいだから、20センチぐらいでいいんだって。まあそんなにいらないよね、この距離があればいいだけだから。これで銅板に導線をちょっと巻きつけてくれますか。くるくるって巻きつけちゃえばいいよ。そしたら今度は反対側に亜鉛板、これですね、亜鉛板、これを巻きつけましょう。これもお願いします。そしたらですね、これそれぞれのレモンに刺しましょう。はい、亜鉛板まず刺してください。ズブッと、こっちに、うん、ズブッ、 OK。 そしたら今度はこちら側に銅板を刺し込んでください。はい、ズブッ、 OK。 はい、これで準備整いました。片っぽのレモンには銅板、片っぽのレモンには亜鉛板刺さってますね。ちゃんとこれで銅線でつながってます。はい、そしたら今度はですね、こちらの先ほどのメロディー IC、 これをですね、亜鉛板が刺さってる方に銅板を刺す。そして銅板が刺さってる方に亜鉛板を刺してください。はい、そうするともうこれでね、音が鳴るらしい。はい、じゃあ銅板から刺しますね。はい、刺しました。はい、そしたら今度はこちら側に亜鉛板、これ刺した時点でもう音が鳴るはず。はい、せーの。あ、すごいちっちゃい音だけど鳴ってる。ねえ、聞こえるかな、これ音。かなり弱いけど電流がちゃんと通ってるんだね。すごいね。はい、そんな感じでございましたね。ちゃんと鳴ったね、音ね。ちなみにこのレモン電池、なんで音が鳴るかというと、この亜鉛板、亜鉛板の亜鉛がレモンの果汁で溶け出すんだって。で、その溶けた時に電子がね、できるんだってさ。で、電子がこの銅板の方に行って、そして
電気が発生するんだって。それでこのメロディー IC が鳴るわけだね。うん、すごいね。これはねレモンでやったけど、この亜鉛が溶け出すものであればレモン以外のものでもできるんだって。うん、だから自由研究をやる場合は例えばグレープフルーツとかリンゴとかなんか溶けそうなやつでいくつか実験してみるといいかもしれないね。あと今回は使わなかったけどこの鉄の板、これを刺して鳴るかならないかなどを実験するのもいいと思いますね。はい、はい、ということで今回はニュー実験キットシリーズレモン電池の研究でした。